阿寒摩州国立公園は、北海道にある、国立公園。2017年の、阿寒国立公園からの名称変更に伴い、摩州湖、神の小池周辺まで区域が広がり、一1十町にまたがる、総面積9万千ヘクタールとなった。国立公園内のほぼ9割以上が、未開発地域として手つかずの自然保護地域として、保全された。 北海道で最も歴史ある国立公園の一つであり、大雪山国立公園、日光国立公園、中部山岳国立公園、阿蘇国立公園と共に指定された。公園区域の大部分が関体制の信用樹林を中心とする天然林で覆われており、原始的な姿を止めている。阿寒湖、屈車ロ湖。 マッシュー湖の三つのカルデラがあり、火山と湖がいくつも近接している地形は、日本国内で貴重なものになっている。中でも屈舎の湖は、周囲 57km、面積7 9 7 k 平方メートルある、日本国内最大のカルデラ湖になっている。アカン湖のマリモは、国の特別天然記念物に指定されている。また、アカン湖は、ヒメマスの原産湖として知られているか。 ラムサール条約に登録されている。国立公園の名称について、地元自治体は、阿寒摩州国立公園への変更を、環境省に要望していた。日本政府の、明日の日本を支える観光ビジョンに基づき、環境省は、国立公園満喫プロジェクトを実施し、先行的、集中的に取り組む八つの国立公園に、選定された。 2017年8月8日、区域拡張に伴い、赤ん摩州国立公園へ、名称が変更された。赤ん摩州国立公園赤ん地域赤ん、摩州国立公園川湯地域1906年の、北海道国有味開地処分法に基づき、明治政府で、植産工業を提言し実践した官僚の前田、正永が、赤ん湖畔の土地約3800ヘクタールを取得して、 前田はじめにを設立した。当初は工作と、牧畜植林に供する目的のための工場、牧場の経営に乗り出したが、赤んこ一体の美しさに見せられて、この山は切る山ではなく、見る山にすべきであると観光地への発展を見越していた。マサナは、前田家の財産はすべて公共事業の財産とすという、家訓を残して1921年に他界するが、 次男の前田正嗣と妻の講師によって引き継がれて1983年に、財団法人、前田はじめ園財団が設立し、自然環境の保全と適正利用などに努めている。赤んイコール1 9 5 1 w a イコール 1971BR イコール 1979VB2 イコール 1979IG1 イコール1985 BK2 イコール 1988UR1 イコール 1990FA MPC 2021年10月10日閲覧ありがとうございます。